チョコ先最近元気だった？めっちゃ元気だった。マジで？うん。いいね。結構なんだかんだね。うん。ちょいちょいホルメンと会ってる。あ、そうなの？誰と会ってんの？フレア様とか。うん。何笑ってんねん。ルイ様とか。配信しろやー！でも元気なんだね。え、超元気。あ、いいね。毎日美味しいもの食べて元気してる。あ、そうなの？呼んでよ。確かに。ね。ね、どうしてもね、美味しいもの食べるのに。え、じゃあ毎日メニュー書くから来たいときおいでよ。何？なんかチョコ戦のビール食べるってこと？ちょっと南関で名古屋旅行行ったんだけど、うん、ガンガン言うねガンガン、おい、知らねえ、配信しろやだって行きたいって思った時に行かないとつまんないよ。もう、いやいや、つまんないよじゃねえ人生ガチエンジョイという方すごいな。そう、だから名古屋行ったんだけど、うん、名古屋飯一つも食べずにお土産でね、うんうんうん、あのひつまぶしの素と、うん、きしめんと、うん、手羽先とか買って、うん、あとプリンとか買って帰ってきたの。スバルのお土産は？で、次の日にマジすんねん買ってこいよ、スバルなんで？そう、で、次の日に、うん、フレア様呼んで名古屋飯会したの。スバル呼べ美味しいと思ったものを食べるのが多分一番いいから。グルメリポーターグルメリポーターみたいなこと言うのグルメ本とか出るんじゃないですかね。チョコ戦、チョコが食べ歩いた365日待ってます待ってますじゃねえよ配信しろや